皆さんこんにちは。玉川村の県民リポーター田中瑞穂でございます。はじめまして。私は村で移住コーディネーターをしております。この移住するなら玉川村という T シャツを着て多くの方に移住していただけるよう頑張っているところです。この三毛猫三毛と一緒に玉川村の魅力を語っていきたいと思います。今日は道の駅玉川こぶしの里に来ています。こちらにありますおにぎりラボさん、とってもおにぎりが美味しいのでご紹介したくてやってきました。早速中に入ってみましょう。うわー、たくさんのおにぎりですね。店主の佐藤智子さん、こちらの店はどんな店なんですか？はい、玉川村のコシヒカリを使っておにぎりにしたおにぎりラボと申します。ショーケースの中からグミへおにぎりを選んでいただくようになっています。さて、ここで恐縮ですが、うちのミッケはこちらのおにぎりが大好きなんです。大好きなおにぎりベスト3をご紹介させてください。ミッケが大好きなおにぎり3位はトマトドライカレー&焼きチーズ、2位は甘辛豚肉ミックスナッツ味噌、そして1位は鮭です。第3位のドライトマト焼きチーズがこちらになります。玉川村さんの絞りトマトを水分の代わりに使ってドライカレーを使ったものを商品にしました。第2位のこちらはナッツ味噌、3種類のナッツを煎って味噌にしたものを甘辛豚肉の食べやすいものとセットになっています。第1位はとあのダントツお店でも大人気な鮭になります。ありがとうございます。皆さんも玉川にお越しの際はぜひ召し上がってください。玉川のコシヒカリで作った美味しいおにぎりです。それでは皆さん、さようなら。